菊川限定コンプリートガイド。菊川市だけのレアアイテム、レア体験をコレクションしました。コンプリートしてあなたも菊川マスターを目指しませんか？ご当地マンホール、マンホールチャコちゃん。菊川市出身の漫画家小山雄志創作のチャコちゃんをモチーフに、深蒸し茶発祥の地を PR したマンホールです。飛び出す御朱印、西福寺特別朱印。御授け安産の祈祷で有名な寺では、インパクト抜群の飛び出す御朱印が数量限定で授与されています。民族文化財の節分祭、国蔵山福蔵院節分祭。年男と年女が赤鬼青鬼と仲良く石段を下り、境内で豆をまいて無病息災を願います。市指定の無形民族文化財です。桜の中を空中散歩、永宝寺野苑。野苑は境内から池の対岸までおよそ100メートルをつなぐ人力ロープウェイです。桜の中を行く池渡りに挑戦できます。幻想的な一夜、千賀町の棚田、汗道アート。約400年前に開殿され、現在も当時の名残をとどめる美しい田園に約1000本の明かりを立て、風光明媚な眺めを楽しみます。3年に一度の都御、家御、長海寺、八坂神社、祇園祭り。3年に一度の貴重な祭事、艶やかな屋台が約40度の傾斜の石段を下り上りする御御坂下り上りで最高潮の盛り上がりを見せます。菊川市では他にもたくさんの限定体験が楽しめます。ぜひあなただけの菊川限定を探してみてください。さあ、あなたも菊川マスターを目指しましょう。